はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。新寺様、上総介様、大和様、ご支援ありがとうございました。大和様はお手紙もいただきました。何度もご支援いただき誠に恐縮でございます。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。4月26日今日ですね、入管法改正案可決成立の見込みと、維新、難民申請は3回じゃなくて2回までにしろ、そうしてくれたら賛成する。自民党だな、立憲なんと党内で意見がまとまらず意見を言えなかった、党の一致した意見を言えなかったっていうグダグダ、一般反応です。立民グダグダ、いつもは話し合いでとか言ってんのに党内でもまとまらないって、野党とテレビが強行採決って言い出すに一音、要するにいらないとってことだな。立憲はもう全無視で構わない。もう名実ともに維新が野党第一党。大事な時間を小西文書で費やすから、どんどん強制送還と。維新の3回は多い、2回にしろは、ネットのですね、一発アウトでいいだろうっていうのに沿ってますね。近いですね。維新が一番ネットを参考にしてるかもしれないな。岸田や茂木や林や2回、テレビしか見てないっぽいのと比べて、だいぶあのネットに、目通してんじゃなかろうか。維新は実際に2回に修正されたかどうかは続報待ちなんですけれども、一応立憲のですね、一部議員がですね、未成年は勘弁してやれよって意見言ってましたが、次は親と引き離すのかって騒ぐんでしょ、ネットに即見破られて、おりました。小沢一郎、党内議論禁止を守って議論などしてこなかったから意見がまとまるわけもなく、仕方なくですね、意見、まとめる必要のないジェンダー、LGBT っていうのに逃げてたって背景がありますね。どいつもこいつもミニ小西で、俺が正しい、俺に従えて、あの無根拠で信じれるダニングクルーガー、かっこバカほど自己評価が高い傾向なやつわかんで、議論させたら分裂から禁止にしたんですよ。小沢が党内で意見まとめられないのに、そういう連中はですね、外交で戦争回避できんのかっつうね、国家を運営できんのかっつうね、まあ不可能なんですけど。東京新聞、入管法改正は無実の人に死刑執行ボタンを間接的に押すことだって騒いでおりました。ネット、不法滞在は無実じゃないだろ、不法な、あの不法な時点で不法じゃねえかっていうですね、即論破、一般反応です。不法滞在者は無実ではありません。オーバーステイの時点で無実の人ではない。この極端な物言いがいかにも東京新聞。パヨ団体の難民ビジネスがおかしいんだよ。難民申請を悪用しすぎたのが悪い。また極論持ち出して。合法的な滞在者に不公平だろ。長期交流をなくすための人道的な改正だぞ。遠い国から飛行機で来日できる時点で難民ではない。絶対の真実がありまして、東京新聞が反対なら推進すべきと。わかりやすいな。本物の難民はなんかね、あの木の実木のまま命からがらテントで野宿しながら国境を目指すっていうイメージあるんですけれどもね、どっからでもですね、飛行機か船に乗らないと来れない日本にいる時点で難民なのか疑わしい。東京新聞、無実の人に、いやいや、あの不法滞在した時点で入管法違反、無実じゃねえってね、これ池上彰もテレビで言ってて、無実じゃねえっつうのって突っ込まれておりました。パヨはあの現実を無視してですね、不法滞在者イコール無実が真実なんでしょうね。だからあの話が通じない、前提が違うから。パヨ語は難解だな。ますます何言ってるか分かんないし、あっちもこっちの言ってること分かんねえんだろうな。ギブさんキョトンとしてたもんな。懲罰委員会で、あの共産党の議員のギブさんって人が、私あの100倍言い返したらキョトンとして何を言われてるか分かんない顔してた。国民の敵、共同通信、総理襲撃後国家公安委員長がうな丼食ってた。危機感も緊張感もない。治安担当として批判を浴びそうだ。これは
批判してほしいということですね。そんな感想いらねえから事実をだけを淡々と伝えろってもんですけれども、阿吽の呼吸でですね、共謀通信の意図を察した立憲の宮口春子美智子わかんねえ宮口、参議うな丼大臣を即刻更迭してください、と国会で言ってしまいました。岸田総理嫌です。一般反応正気か、うな丼解散しちゃえよ。選挙惨敗でも責任取らない党がうな丼で大臣更迭要求とは学級会かな、共謀と示し合わせたのか、アホすぎる。予約してたんだから仕方ない、うな丼予約してたんだからそれキャンセルしろっていうの仕方ないだろ。食っても食わなくても文句言う、立憲も大好き、立憲大好き、キムチ丼なら問題なかった。笑えるを通り越して嫌悪感しかない。うな丼食って、大臣辞めろ。なんでだって話。これで全国のですね、うなぎ屋さんや、うなぎ出す寿司屋さんや、養殖業者さんとか、豚屋さんを敵に回しましたね、立憲はね。麻生総理の時の、あの、漢字の読み間違いとか、ホッケの焼いたやつとか、カップ麺の値段で引きずり下ろしが成功した体験でいけるって思っちゃったんでしょうね、これね。軌道修正などせずに、どんどんやって、こういうの、こういうくったらねえやつ、糖がなくなるまでね、みんみん玉木、余計なことを言う。小西の猿番族発言を改めて批判。もう少し常識的なことを言えないの？今のままでは本当にダメになる。野党第一党はもう維新、こっちはですね、立憲の消滅が見たいのに、これであの行儀良くしちゃって、軌道修正しちゃったらどうすんだって、ね、迷惑な玉木は、そのままあれですよ、ますます暴走するようにナイスとか言ったらいいんじゃないのかな、ナイスしちゃったとか、そのね、うな丼でやめろって言ったやつ。一般、今まで見てると常識的は無理ですね。人並みの常識がある人は、立憲に残ってないよ。多分どこが非常識だったか分かってないよ。常識人は立憲にはいられないよ。謝ると死ぬ、病気が治らないと。常識的は無理。何真面目にアドバイスしてんだよ。余計なことすんな。全くだ。余計なことすんな。こういう時は帰って、褒めろって、ますます深みにはまるように、うな丼、良かったですよ、かなか言って。謝ると知る。とりあえず逆切れ。など、日本のじゃなくて、外国の常識なら持ってんですけどね、立憲議員はね。こんなこと言っても、我々のどこが非常識だって言うんだ！ギャオーンってしかならない気がします。それに立憲の国会議員公認資格にですね、嘘をためらわないこと。過去の自分の言動は無視できること。外国人のために働くこと。面の皮の異常な厚さ、なんかが、その公認してもらうための資格としてありますんで、まあ、常識的にを求めることは、離党しろと言ってるに、等しいんで無理と。それに常識人が立憲に残ってるわけないじゃないですか。もう何が常識で何が常識でないか、わかんない人しかいませんよ。そう思うよ。埼玉県、可能な限りオールジェンダートイレ、男女共用更衣室を増やしていくと、LGBT 条例作るそうです。そこでね、あれすんのかな、可能な限り男女別なくすことみたいな盛り込むんでしょうか。ほりゃ見ろ、細野モナオとか稲田さんとかが理念法だから大丈夫だっていくら言ってもですね、 LGBT 法を作っちゃったらそれに便乗して悪用する、条例作られちゃうんだっつーの、武蔵野市の外国人投票条例みたいにね、だから理念法で罰則ないっつってもダメなんだっていうの、地方で悪用されるんだからさ、まったくな。一般反応、埼玉県バカすぎ、ろくでもないことはまず地方から県を挙げての社会実験だな。すでに渋谷区、千代田区でやってる。女性は使わないそうだ。嫌がって、これ一番当事者が迷惑してんじゃね。暴行事件が多発してから元に戻すんだろ、バカすぎ。ノーマル女性が一番迷惑被るな。
盗撮カメラにご注意を。いつになったらこのバカムーブ収束するのか。少数のために多数が不快に。女性にとっては異常で危険と。トイレ、更衣室の男女別をなくすことで予想される事態なんですけども、男が隠れ潜んでて入ってきた女性を襲う。盗撮用カメラ設置が容易になる。そうでなくてもね、埼京線が日本で一番痴漢多いっちのに、埼玉県知事何考えてんでしょうね。職員の言うなりのテレビしか見てない情弱なんだろうか。まあ、テレビはね、好意的でしょうよ。ジェンダーレストイレッツの。埼玉県の人に聞いたことなんですけど、埼玉県民っていう意識は薄い。東京に通勤してたら、なおさら。つまり、郷土愛が薄い。一部が懸命に応援する議員バカとして、やりたい放題やってんすかね。浮気、不倫も、日本一多いんだって、埼玉県。これ豆知識なんですけど、東京に通勤してたら、そうかもね。自分家から遠い東京で、職場の人と、浮かれちゃって。どうしても東京華やかですから、浮ついちゃう。ウキウキしちゃって、まあ、職場の人と、家も遠いし、県を越えるっていうのも、まあ、そのぐらいの距離感ありますね。事業が始まったらきっとですね、ジェンダーレストイレ。推進協会みたいな、何やってんだか分かんない団体ができて、職員が天下りするんだろうな。いつになったらですね、変えちゃダメっていうのが常識になるんだろうか。男女別をなくすのはダメっていうのが常識になるんだろうか。そういえばですね、日本改革党の政策チラシなんですけれども、9条廃止、スパイ防止法制定、外国人生活保護廃止、NHK スクランブルなど現状を変えるものを優先したんですけれども、これね、ちょっと変えてみようかな。都知事選に向けて、あと各支部長の活動に向けて変えようかな。男系高等維持であるとか、外国人参政権反対、漫画アニメの規制反対、夫婦別姓反対、同性婚反対、ジェンダーレストイレ反対など、現状維持を基本としたものに変えようかな、ちょっと思っております。これならば地方議員の候補でも、変えようとしたら反対します。ちょっとね、一部の、支部長に、まあ、9条廃止、できんの?って言われたそうなんで、まあ、国家のことで、国家間が必要です、地方議員によって。言い訳に入れてたんですけど、これだったらですね、県や市が変なことしそうだったら反対しますって言えんもんね。変えようかな、思っております。というわけで、選挙終了しましたけれども、次に向けて日本改革党ちょっと動き出しておりますので、今まで、お見捨てなきよう今までのように応援してください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。